どうも、シネガッチャの、ディレクターの岩木です。それではえですね、他にもメンバーですね、皆さん自己紹介お願いいたします。い。はい、酒井理恵です。よろしくお願いします。お願いします。はい、いつもスタッフで手伝ってます。柳です。お願いしまお願いします。す。はい、お願いします。藤谷洋介です。よろしくお願いします。お願いしお願いします。お願いします。どうも、ビーニッシャーヌです。よろしくお願いしまーす。お願いしまーす。お願いします。はい。というわけでですね、今回はですね、はい、私はですね、新作の紹介をさせていただきたいと思います。おー、はい、お願いします。今日、はい、紹介させていただく映画がですね、はい、これが見えるかな。お、はい、マザー、マザー、はい、という映画ですね。はい。はい、こちらですね、まあ、多分これもポスターというか、これ見て一目瞭然で、主演が、うん、まあ、もうおなじみの長澤まさみさん、うん、まあ、かなりもう説明の必要がない、日本のすごいスーパースターですね、はい、女優さんなんですけれども、はい、で、ですね、まあ、他にもちょっとここに、まあ、ポスター出て、うん、ポスターというかここには出てないんですけども、はい、阿部サダヲさんがですね、うんうんうん、出ておりましてですね、はい、でこちらの映画がですね、うん、まさにですね、ま、タイトルにある通りですね、まさにこう母親と息子の話なんですね、うん、ま、この母親がですね、まあ、正直言ってですね、まさにこうだいぶですね、もう独特しい母親なんですよ、うん、はい、これが、うん、そうですね、やっぱりどうしても長澤まさみさんっていうのはどうしてもこう綺麗だとか可愛いとかですね、やっぱりそういうイメージが本当になんか爽やかなイメージが、ね、うん、そうなんですよ、女優さんなんですけども、うん、はい、ちょっとこの映画ではですね、全くそういう今までの長澤さんとはかけ離れたですね、もう本当にですね、うん、まさにこう、まあ、今よく言われる言葉、毒親ですかね、はい、を演じているんですね、はい、そうですね、映画が始まってすぐにですね、こちら、うん、まあ、お母さんの方、これ明子って言うんですけども、はい、はい、まあ、明子がですね、まあ、人となりが映画始まるとすぐに分かってくるんですね、はい、まず最初の方でですね、まあ、子供と一緒にですね、プールに行くんですね、はい、はい、で子供がですね、こちらが周平っていうんですけども、うん、はい、これはちょっと16歳ぐらいのですね、まあ、ちょっと大きくなった姿なんですけども、うん、映画の前半ではですね、ちょっと5歳か6歳、いや小学校1年生くらいかなの、うん、ちょっと、はい、男の子が演じてましてですね、うんうん、はい、でまあ、ちょっとそこから始まるんですけれども、はい、で周平と一緒に、ね、プール行くんですけども、うん、プールにバーンとですね、このアキコが飛び込むんですね。そしたらやっぱりすぐに注意されるんですね、係員から、うん、はい、飛び込み禁止ですよっていう、うんうん、でも注意された後にですね、こうやってプールサイドの縁にいる周辺に向かってですね、飛び込みなっていう、あんたも飛び込みなって言うんですよはい、でもなんか周辺はなんかちょっと常識があるらしく躊躇してるんですけれども、うんうんうん、でも母親に言われたもんだから飛び込むんですよね、うんはい、でまた係員に注意されるんですよ、うんうん、飛び込まないでくださいっていう、うん、そう、これであれなんかこの人はやっぱりちょっと一般常識とかあと社会のルールを守ろうとか、うん、そういう発想がないんだなっていうことがわかるんですけども、うんうん、そこからですねさらにですねどん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 こうさらにもっともっととんでもないことがですね、うん、まあ描かれていくんですね、はい、で続くシーンではですねまあ、この自分の家族ですね、アキコの家族のアキコの両親とですね、あと妹がいるんですけども、はい、でこのあった周平も一緒に連れてってるんですけども、でこの実家のですね、今のところでですね、めちゃくちゃこう空気が重いんですね。で、うん、なんでかって言ったら、アキコがですね、もうお金せびってるんです、両親に向かって。はい、うん、ちょっとお金貸してよとか言ってるんですけども、うん、はい、そしたら妹がいるんですけども、うん、はい、妹がですね、もうお母さんやめときなよっていう、
私が貸した分もまだ返ってきてないんだよ。ああ、そう。そしてお母さんの方もですね、ちょっともう我慢できないって感じで、うん、いや、うん、もう限界だからっていう、あなたにはもう貸せないみたいな話になるんですね。うんうんうん、はい。もうこの一連の流れで、あ、もう相当金借りてきてるんだなと。そのクズな母親ですね。はい。で、金借りて、全然返してないんだなっていうことがですね、分かってくるんですね。はい。でも、ちょっと父親がですね、ちょっとお人よしな感じでですね、うん、明子じゃなくてですね、周平の方にお金を渡すんですね。はい、うん、ちょっとそういうところがあるんですけども、はい。そこでですね、またちょっとだけお金が入ったらですね、すぐちょっとこう、まあ遊び行くんですね。まあゲームセンターなんかに行ってですね、はい。まあそこで遊ぶんですけども、そこでちょっとホストやってるですね、男ですね。これ、安倍定夫さんがやってるんですけども、うん、はい、まあ、そことですね、うん、軽い感じでですね、そのままもう知り合ってですね、そのまますぐに自分のすぐアパートに連れていくんですね。はい、でも、まあ、ホストはホストなんだけど、まあ、安倍定夫さんがやってるホストは、ぱっと見はあんまりホストっぽくは見えないんですけども、うん、そうですね、まあ、おそらくは多分そんなに売れてないホストなんだろうなみたいな想像はつくんですけども、うんうんうん、はい、そうですね、まあ、そこですぐアパートに連れ込んでいって、であっという間に男女の中になってですね、うん、はい、それで明子はですね、その寮がですね、ちょっと名古屋に用事があるからって言ったら、うん、私も行くって言って、うん、ついてくんですけども、で、子供の周平どうすんのかなって言ったらですね、うんうん、ちょっと他人に預けちゃうんですね。他人といってもですね、なんかちょっとこう、明子のことが好きで、おそらくなんか貢いだりなんかしてるのかなみたいな感じの人の良さそうなですね、市役所の職員やってる男ですね。はい、そいつにですね、その人に無理やり預けるんですね。ああ、なるほど。はい、で、子供をもう無理やり押し付けるような感じで、うん、はい、で、周平にもですね、ほら、面倒見てもらえないみたいな感じで、いなくなっちゃうんですね。はい。まあ、本当に、で、そこで結構何日も帰ってこなくてですね、うん、そうですね。で、これやっと帰ってきたと思ったらですね、今度はですね、その明子とですね、うん、あとそれから、その、まあ、リオですね、ホストやってるリオ、うん、と2人でグルになって市役所の職員の男の人のところに行くんですよ。一応、まあね、留守の間面倒見てくれてた男のところに、うん、と行ってですね、そこで私たちが留守の間にあんたこの男の子にいたずらしたでしょって言いがかりをつけて、あ、知ってへー、ね、早く、そうなんです、ね、だからお金払ってよみたいな、かわいそう、怖っ、ね、まあ本当にね、その男の人は一応善意で仕方なくやってあげたんですね、うん、まあそれ逆手にとってですね、いくら嘘まで言いがかりつけてですね、はい、うんうん、じゃあいたずらしたんでしょっていう、表に出さないから慰謝料払いなみたいな話に持っていこうとするという、うん、まあまあクズな大人ですよ、うん、はい、ね、で、周平はもうそこに付き合わされてるんですね、かわいそう、うん、うんうん、でも周平って子はなんかどっかでですね、明子と違ってちゃんと人間的な良心があるのかですね、うん、はい、例えば明子がもう無理やり嘘言わせようとするんですね、うんうんうん、されたよね、うん、されたよねって言わせようとするんですけど、そこで、いやでも黙ってうつむいてるんですね、はい、うん、嘘には乗らないんですね、うん、いい子だ、はい、うんうん、そうなんですね、で、まあそれからちょっとですね、またいろんなちょっとトラブルがあってですね、うん、その、まあ明子とですね、あと亮と、あと、うん、まあ、周平ですね、うん、その3人でですね、今度はですね、ふらふらとあっちこっちを泊まり歩くんですけども、うん、うん、なんかこう、ラブホテルに泊まるんですね、うん、うん、
ラブホテルに泊まるから、当然、周平はもう学校行けないわけですよ。その間。はい。そうやってもうこう、連れ回されていくんで、うん。うん。で、そういう生活してる中で、アキコはですね、ちょっとリュウの子供妊娠しちゃうんですね。あら！はい。うん、まあ、それはやっぱりね、軽いノリの、ね、うん。ね、二人がね、一緒に行動してるわけだからね。うん、はい。妊娠してですね、そのことをですね、リョウに話したらですね、うん、本当に俺の子かみたいに開き直って、大喧嘩になって、うん、して知らねえよ、やってらんねえよとか言って、リョウいなくなっちゃうんですね。うん、ああ、はい、うん、うわ、ひげえな。そうなんですね。まあ、このリョウって男も、また結構なクズなんですけども、うん、はい。そう。で、ちょっとこう、妊娠してしまったし、でお金もないし、うん、で見てると秋子ってもうほとんど仕事してないんですよ全然、はい、うん、まあ映画の最初の方ではちょっと仕事してたかなって匂わせるところあるんですけども、前編通して全然仕事してないです、はい、うん、でお金なくなったらどうだかって言ったらやっぱり身内のとこに行くって考えるんです、うん、はい、でしかも身内のとこに行く、また身内から借りようってんだけど、もうね、私が行ってもダメだからっていう、周平に、あんた行ってきなって、うん、周平に行かせるんです、はい、うん、そう、だから例えば妹の家のそばまで行って、うん、で、周平に、まあ、一人で行かせるんです、うんうん、でも妹ももう、あのもういい加減分かってるというか、うん、意外にコリゴリしてるんで、はい、うん、ちなみに妹さんっていうのはなんかアキコとは対照的に本当に真面目に生きてる感じの妹なんですね、うん、はい、もうちゃんと分かってるんでお金なんか出さないからって帰りなさいって追い返すんですよ、うん、はい、で周平がアキコのとこ仕方なく戻ってダメだったとか言うと、うん、なんだよとか言って、いや なんでと言ってっていう感じですけども、はい、そうなんですね、だから本当にね結構もう子供を使ってですね、はい、なんかもうそんなことさせるというですね、うん、まあ本当にクズな大人なんですけれども、うん、はい、ところがところどころでですね、なんか子供に愛情を示すようなところもあるんですね、はい、ところどころでなんかちゃんとなんかうまそうなもの食わせたりとかですね、はい、そういうところもあるんで、うん、うん、そう、だから本当になんかこの親子の関係のですね、なんかこう本当に難しさっていうかですね、うん、そういうところはあるんですけども、はい、うん、で結構前半は結構その小学1年生ぐらいの周平の姿になってですね、うん、後半からですね、あのまあこちらに出ているですね、大人になった姿、はい、うん、まあ大人で16歳なんですけども、うん、はい、一応、まあ、16歳になった成長した周平の、うん、はい、姿が描かれるんですけれども、はい、でその時にはですね、あのもう妹ができてるんですね、うん、はい、ああなるほど、うん、妹さんがあの、まあ、さっき妊娠したんだよっていうのがもうちょっと5年くらい経って大きくなって妹さん、うんうん、はい、で周平っていうこの彼はですね大変な少年時代を送ってたにも関わるとですね、うん、結構いい子に育ってるんですよ。よかった。そう。そうですね。うん、まあ、あの、児童保護、児童福祉局かな。うんうんうん、ですね。うん。児童、ちょっと待ってください。なんか児童相談所みたいなそういうところもちゃんと行くんですか、うん、あ、聞きますね。あ、そうだ、児童相談所だ。児童相談所の職員の人が、うん、と、まあ、あの、ちょっと接触してきて、そうですよね、普通だったら。そうなんです、はい、うん、そうなんです、さすがにちゃんと接触してくるんで、はい、うん、そう、そこであの相談所の人のですね、手引きのおかげで、学校に、学校といってもですね、うん、フリースクールですね。うん、ああ、そうです、あの、まあ、ちょっといろんな事情があってですね、うん、ちょっとあまり普通、うん、ではない形で、あのちょっとまあ集まってみたいな感じでのフリースクール、うんうん、
のところに通うようになるんですけども、うんうん、はい、そこでもですね、やっぱり母親のあきこはグズな感じなんですね。はい、例えば自分が遊び行くときは、はい、私に出かけるからってんで、あんた妹の面倒見てっていう、学校行かなくていいからって、そうなんですよ。はい、まあ本当にですね、まあそういうですね、本当にクズな大人とですね、それに振り回される子供の姿をですね、正直言ってこれ永遠見せられる映画なんですね。はい、でも主兵もですね、16歳とか結構大きくなってくるとですね、たまにそれは母親に口答えするようなところも出てくるんですけども、うん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 、でも大元のところではやっぱりですね、母親に従ってしまうんですね。これがですね、やはり観客として見てるこっちだとね、もう大きくなったんだから、この母親の元は逃げりゃいいじゃんっていう、とか思ったり、それかもしかも16くらいになったら、もう母親よりも体大きいんだから、この母親という、ポンと突き飛ばせばもう終わりじゃねえかみたいなこともちょっと僕なんか考えちゃったりするんですけども、そうはしないっていうところに、なんていうのかね、単純に社会的に悪い人間だから嫌いになれるかっていうところが、息子としてはそうではないっていうですね、はい、そこのなんていうか難しさっていうかですね、いうところもですね、まあ感じるんですね、はい、うん、でまあ本当にやるせない話なんですけども、まあでも何よりちょっと厳しいのが、この映画がこう実話をメインにしているということなんですね。あ、そうなんですね。はい、そうなんです、はい。実話をメインにしているんですね。まあ、実話をそっくりそのままっていうわけではないそうなんですね。はい、実話をベースにしつつも、まあ、映画なりの、まあ、自由な展開ということを考えてはいるそうなんですけども。はい、で、ちょっと実際にあった事件ですとですね、ちょっとこう17歳の少年がですね、祖父母を殺害してしまったというですね、事件があったそうなんですね。これは、はい、うん、で、この事件について調べてみたらですね、どうも母親が息子を使って親類にお金をせびらせるということを普段からやってたってことが分かって、うん、だからこの殺害の指示もやはり母親が指示したんじゃないかっていうふうに疑って調べたけれども、裁判では息子がですね、いや自分がやりましたと、母親は指示してないですっていうふうに母親をかばうようなことを言ったという、こういう事件があったんですけども、はい、まあちょっとそういったですね、事実をですねが、まあ、元にして作った映画なんですけれども、まあ本当にちょっともう正直言ってかなり救いがない内容なんですけども、はい、まあでもやはりこういった映画も必要かなというふうに思うんですね。正直言って親子関係っていうのはもちろん仲のいい親子もあるけど、仲が悪い親子とかもあるわけだし、幸せな親子もあるけど不幸せな親子だってあるわけだから、そういった親子もですね、関係も時としてそれは映画で描かないといけないのかなっていうふうにも思いますので、はい、全部僕がやりました。17歳の少年が起こした祖父母殺害事件、全てを狂わせたのは、舐めるようにしてずっと育ててきたの。私があいつをどう育てても親の勝手じゃないですか。学校行きたいんだけど。お金ないよ。あれは俺のことな。お母さんと離れて暮らすこともできるんだよ。そこ罪を犯してまで少年が守りたかったものとは。絶対無理。一人じゃ生きていけないですよ、お母さん。マザー、この真相を受け止められるか。ということで、はい、このマザーですね、
はい、うん、もしよろしければですね、もう、まあ、見に行っていただければと、これは、うん、7月3日から公開です、うん、はい、ぜひ皆様見てくださいな、見てください、よろしくお願いします。